私の名前はパニコ、30歳の主婦です。女性用品関係の会社で営業している夫のタカシと2人、東京のマンションで暮らしています。結婚してから3年、ついに私のお腹の中に新しい命が宿り、現在妊娠5ヶ月。しかもこのタイミングでタカシが課長に昇進することも決定。タカシは普段家のことは一切してくれないし、少し俺様な性格。でもこうして会社で頑張って昇進までしてくれたんだから、まあよしとしなくちゃね、なんて思ってたんです。本心を言えば、妊娠している時ぐらい家事を手伝ってくれたら助かるなーなんて思うこともあるけど、仕事を頑張ってるみたいだから私も頑張らなくちゃ。出産を心待ちにしているのは私だけではなくて、一人田舎で生活している義母も同じみたい。妊娠したと分かった途端、腹帯や養産サプリ、体にいい食べ物や名付けの書籍、自分が使っていた古いマタニティドレスなんかを大量に送ってくれるようになったんです。助かるものがたくさんあって本当に感謝感謝。私のことを心配してくれる気持ちが伝わってくるようでした。そんなある日のこと、妊婦検診を終えて病院から帰宅すると、仕事を終えた高志が何やら大きな段ボールをいくつか私の部屋に運んでいました。その段ボール何？ああ、母さんが送ってきた荷物。何が入ってるの？さあ、開けないでって言われてるからこのままにしておいてくれる？え、なんで？いいから、とにかく開けるなよ、わかった？うん。こんなに大きな段ボール、一体何が入ってるんだろう。私はなんだかあたふたしているタカシに違和感を覚えながらも、仕方なく段ボールをそのまま自室の隅に置いておきました。そしてその週の日曜日、仕事が休みだったタカシが、ストレス発散に一緒に買い物に行こうと誘ってきたのです。基本デブ症で、休みの日は寝てばかりいるタカシが珍しい。タカシも少しは妻を気遣ってくれる気持ちが湧いたのかな、なんて嬉しくなりました。ところが車で走り出してから10分後、タカシは高速に乗ったんです。あれ、近所のスーパーとかショッピングモールに行くんじゃないの？なんで高速？ああ、買い物っていうのは嘘。は？ちょっと嘘って？これから俺の実家まで母さんを迎えに行くんだよ。え？迎えに行くってどういうこと？今日から母さんと同居になるから。はあ？そんなこと勝手に決めないでよ。タカシの突然の言葉に私はかなり驚いて大きな声を上げてしまいました。だってそんな話私は一言も聞いていませんでしたからね。大きな声出すなよ、うるさいな。お前に言ったら絶対反対するだろう。そりゃそうでしょ。どうしてそんなに大事なことを私に相談もせずに決めちゃうの？私妊娠中なんだよ。せめて出産して落ち着いてからその話してもいいでしょ。俺の母親のことなんだから、何も他人のお前に相談しなくてもいいだろ。それに俺今度課長に昇進するだろ。給料も上がるし、母さんの面倒くらい見れるようになると思って。ああそうだ、お前の部屋母さんの部屋にするから。そんな勝手すぎない？いいじゃねえかよ、お前主婦なんだし、家中が自分の部屋みたいなもんだろ。とりあえずお前はリビングにでも布団引けよ。寝ながらテレビも見れるぞ、快適じゃんか。ケタケタと笑いながら運転しているタカシの横顔に、私はもう腹綿が煮えくり返る思いでした。でもちょっと待って、タカシは確か3人兄弟の末っ子よね。お兄さんやお姉さんはなんて言ってるの？相談したわけ？してない。は？あいつらに相談なんかしたら横取りされるだろう。横取りされるって何を？ほら、俺の実家もともと地主じゃん。母さんが死んだ後の遺産のためにそろそろ動いておかないとな。つまりタカシは遺産のためにお母さんを引き取ろうってわけ？兄弟に相談もせずに？最低。お母さんが聞いたら泣いちゃうよ。俺たちが相続できる遺産が増えたらお前だって得するじゃん。別に文句言うことなくない？そういう問題じゃなくて、そもそもなんで私に相談しないの？だいたいお母さんと一緒に暮らすことになったら面倒見るのはタカシじゃなくて私でしょ。あーうるさい、ごちゃごちゃ言ってっと離婚するぞ。
始まった。まただよ。たかしは私と話をしていて、自分の都合が悪くなると二言目には離婚すると言います。たかしはそこからふてくされて、全く口も聞かずに会になってしまいました。こうなっちゃうと本当に面倒なの。でも触らぬ神にたたりなし。こういう時は私は放っておいて機嫌が治るのをじっと待つことにしているんです。いつもそのうち怒りも和らいで勝手に元通りになってたりしますからね。そこから高速を30分くらい走っていると、ふと急にたかしが言いました。喉が渇いた。そして車はサービスエリアへ。お前トイレ済ませておけよ。別に今は大丈夫よ。うっせえ、言っておけって言ってんだろ。はいはい、わかりました。じゃあ行ってきます。たかしがうるさいので私は一人サービスエリアのお手洗いへ。せっかくお腹の中に私たちの子供が宿ってくれたというのに、離婚離婚って、なんか面倒なことになりそうだな。そんなことを考えながら手を洗って私は駐車場へ。ところが、あれ、あ、車がない。コンビニの目の前のスペースに停めていたので、どこに車があったのか場所はちゃんと把握していました。だから場所を間違えているはずがありません。私はすぐにたかしに電話しました。へいへいへい、もしもし。へいへいへいじゃないわよ。トイレから戻ってきたら車がないんだけど、どこにいるの？実家に向かってるに決まってんじゃん。もう俺そのサービスエリア出てるから。はぁ？お前が反省して母さんとの同居を承諾したって言うんなら、帰りに拾ってやるよ。ふざけないでよ。あー、全然反省してないんだな。もういいや、自力で帰ってきて。じゃ。ぶつりとたかしは電話を切ってしまいました。その後何度たかしに電話をしても一切無視されてしまったんです。最初は怒りで爆発しそうでした。今すぐにでも暴れ出したい気持ちで、当たりどころのないストレスでどうにかなりそうでした。でも心が次第に冷静さを取り戻してくると、どうしようという気持ちが芽生えてきました。カバンには小銭程度で大したお金も入っていません。ここからどうやって帰ったらいいの？私はだんだんと不安になってきました。こんな理不尽で子供じみた嫌がらせまでされて、私はなんでたかしと結婚してるんだろう。離婚してもいいのかな。そんな考えまで頭によぎるようになったんです。たかしなんてもうどうでもよくなってしまい、愛情のかけらすら残っていませんでした。そうなるとなんだか家に帰るのが嫌になって、私はそのままサービスエリアのベンチに腰掛け、気づけば2時間もぼーっと過ごしていたのです。すると突然、私の目の前で一人のおじいさんが派手に転んだのです。大丈夫ですか？私は急いでおじいさんに駆け寄りました。体を支えてベンチに座らせると、膝と額、手をすりむいています。ちょっと待ってくださいね。私は急いでカバンからウェットティッシュを出し、傷口を拭き、絆創膏を貼ってあげました。優しいお嬢さんじゃの、妊婦さんかな。私のお腹とカバンのマタニティマークを見て言ったのでしょう。ああ、はい。旦那さんと一緒かな。体が辛いじゃろうって、妊婦さんに怪我の手当てなんてさせて、じいは旦那さんから怒られてしまうかの。お気になさらないでください。私訳あって旦那にここに置き去りにされちゃったんで。私のその言葉におじいさんは一瞬黙り込みました。そして、ひどい男がいたもんだ。よかったら置き去りにされたわけを聞かせてくれんかの。おせっかいなじいにちょいと付き合ってくれぬか。見ず知らずのおじいさんにする話でもないと思ったのですが、きっと二度と会うこともないだろうし、誰かに聞いてもらうだけでも気が楽になるかもしれないって思ったんです。だから私はついついたかしの愚痴をベラベラとこぼしてしまいました。おじいさんは私の話を最後まで真剣に聞いてくれました。なるほどなるほど、わしはだな。今度は私がおじいさんの話を聞いてあげることになりました。そしてお
じいさんの話を聞いてびっくり仰天。だっておじいさんの職場だという会社はうちとすごく近所だったんですから。え、そこうちの隣焼きですよ。私は家の住所を詳しく話しました。もしよかったらじいの車に乗っていくかい。送ってあげよう。え、いやそんなご迷惑じゃないですか。傷の手当てをしてもらった恩義があるしの。ただ困ったことにこのサービスエリアはあまりに広くて部下とはぐれてしまってな。せっかくのドライブが台無しじゃ。部下？ひょっとしてお仕事中だった？そんなこと全然知らなくてなんだか迷惑なことしちゃったかな。そう考えていると部下の人が何人もやってきました。みんな黒ずくめのスーツにサングラスのがたいのいい男性ばかり。私はちょっと怖くなってしまいました。おまけに車は黒の高級車だったんですから。え、この車ですか？そうじゃよ。さあさあ遠慮せず乗りなされ。私は恐縮しながら後部座席に乗り込み自宅まで送ってもらいました。さらにさっきのお礼と家に到着すると同時に高級フルーツやらお菓子の詰め合わせやらをくれるとのこと。いつの間に祈祷部下の方々が先回りして購入してくださったんだわ。でも私は憂鬱でした。家に帰ればきっとたかしが怒っていてきっとご機嫌斜め。なんて罵倒されるのかマウントを取られるのか恐怖心でいっぱいだったんです。恐る恐るインターホンを押すとガチャリと鍵を開ける音がして中から不機嫌そうな顔をしたたかしが出てきました。玄関には義母のものらしき靴があります。あの私。ちっ、帰ってこれたのかよ。何お前反省したわけ？そのなんと言っていいのかわからずうつむくしかありませんでした。でもやっぱり自分の気持ちをはっきり話さなくてはいけない。もうこんな結婚生活うんざりしてること、たかしへの気持ちが冷めてしまったことを言わないと。それにまず謝るべきはたかしの方。妊娠している妻を置き去りにするなんて許されることじゃないんですから。私は意を決して顔を上げたのです。するとどうしたことでしょう、たかしが塩どしのような勢いで頭をガバッと下げたのです。は？お疲れ様です、大原社長。はい、社長って何言って。振り返るとおじいさんがうんうんとうなずきながら私に微笑みかけました。全然気がつかなかった。なんとこのおじいさん、たかしの会社の社長さんだったんです。やっぱりたかしくんの奥さんじゃったか。以前君を車でここへ送ったことがあったから覚えておったわい。いやー、こんな偶然があるんじゃな。何の因果かの。なぜ嫁と一緒に。サービスエリアで助けてもらったんじゃよ。転んだわしの傷跡を拭いて絆創膏まで貼ってくれた。自分も家に帰れずに困っているというのに見ず知らずのわしのためにいろいろとしてくれて、優しいお嬢さんじゃな。たかしの顔は少し青ざめていました。その瞬間、たかしのことなんてもう怖くもなんともなくなっちゃったんです。今まで嫁の私に俺様な態度をとってマウントしたり、離婚をちらつかせて脅してきたり、ちっちゃい男だなってざまあねえなと私は笑えてきてしまったんです。ところで君はこの優しい妊婦のお嬢さんをサービスエリアに置き去りにしたらしいな。あて、うちの会社の一番の方針は何じゃったろうか。大原さんの言葉に大きな声を出すたかし。はい、世間の奥様の気持ちになることを一時たりとも忘れるなであります。そうじゃ、もうすぐ課長になる君は一番身近な自分の奥様を妊娠中に置き去りにしたとはな。そんな人間が課長になるのかね。あわあわと聞き取れない小さな声で何かを言っているたかしに大原さんはにっこり微笑みました。奥さんに離婚するぞとよく言うそうじゃな。
離婚するなら、わしの恩人のこのお嬢さんに気を使わずに君をクビにできるの。ほっ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 。いやいや、離婚なんですそんなことは ありません。ただそのなんとなく言ってしまっただけでありまして、だからその離婚はなしであります。なのでどうかクビだけは。なんとなくで奥さんのことをここまで傷つけても平気とはの。申し訳ありませんでした。たかしは大きな声でそう言うと、さっきよりも下へ低く低く頭を下げました。相談もなしに勝手に母親との同居を決めたとも聞いたぞ。それが遺産目当てとな、白状な。あって、愛車の2番目と3番目の方針は何じゃったろうか。はい。ほうれん草を怠るべからず、そして利益以上に義理人情を重んじるべしであります。その時でした。奥から義母が小走りでやってきて、バチコーン。義母が高志を思いっきり平手打ちしたんです。奥にまで声が丸ぎ声だったわよ。どういうことなの。あんたパニコさんに承諾得たって言ったでしょ。遺産目当てだったなんて、あんたにやれる金なんて一銭もないわ。妊婦をサービスエリアに置き去りにして信じられない。パニコさんごめんなさいね。私は一人暮らしでも大丈夫だって言ったのよ。同居なんてしないって。そしたらこのクズ息子、一緒に住まなきゃ孫と会わせないとか言いやがって。呆れたもんね。これから家に帰る準備するから、パニコさん安心して。義母はギロッとタカシをにらみつけました。だってうるさい。お前なんてもう息子でもなんでもないわ。そんな。玄関に崩れ落ちたタカシをよそに社長さんが言いました。わしがお家まで車でお送りしましょうか。そんな。世の中の奥様のために尽くすのがわしの会社の方針じゃからの。俺はこの後どうなるんでしょうか。会社は、遺産は。たかしが弱々しくそう言ったのを聞いた私たちは3人揃って、黙れクズと叫んでやりました。その後たかしはもちろんクビ。私との離婚も成立しました。私はたかしの代わりに大原さんに雇ってもらえることになりました。出産して3ヶ月経ったら、大原さんの口利きで正社員として入社できることになったんです。たかしは実家にも帰れず、親兄弟からも見放され、そして私にもポイされて、今では地方に移住してアルバイト生活をしています。情けは人のためならず、まさか置き去りにされた高速のサービスエリアであんな出会いに恵まれるとは。人生ってわからないもんですね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。